インテリアマガジンのケントです。今回はプロだけが知っているおすすめインテリア雑貨ブランド10選についてお話しします。今日は数あるインテリアブランドの中でも雑貨に強いブランドだけに絞り、テーブルウェアやフラワーベース、トラッシュボックスやミラーなどインテリアのアクセントになるようなアイテムを10のブランドから紹介していきます。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録をお願いします。早速第10位から。第10位はフレスコ。フレスコは20年以上のガラス工芸技術の実績をもとに2005年に設立されたブランドになります。ガラス単体ではなく、常に空間全体を意識したものづくりをしながら、ハンドメイドならではの大量生産では出せない個性がガラスのフォルムから浮き出ています。代表作は霞プレートです。このプレートはその名前の通り、霞からインスピレーションを受けている少しくすんだグラデーションのあるガラスが魅力的です。完全に透過した綺麗なガラスではなく、空気中にぼんやりと光が差し込むような自然に近い風合いに惹かれました。ガラスのマテリアルでしか出せない湖のような沈んだ形状もまたユニークで、縁にだけ使われたマットなラインがガラスのいいアクセントにもなっています。こちらは青山表参道のしぼねでも扱っています。価格は7000円から。続いて第9位はチルビッチ。鮮やかな色合いによる美しさと機能性を兼ね備えたエントランスマット、キッチンマットを中心に展開するプレスマットが特に有名なインテリアブランドです。テーブルの演出を一変させる数々のマットはカトラリーを引き立てる脇役にもなれるし、それ自体がビビッドなカラーで色体験を豊かにする主役にもなれます。代表的なアイテムはカラーテンポプレスマット。こちらはカラーグラデーションが美しく、一方で鮮やかな配色は料理の邪魔をすることなく引き立て、程よいアクセントになってくれます。価格は3500円。続いてはオンブレプレスマット。2色の縦糸によってグラデーションも出せたデザインで、色の選び方によってダイニングテーブルの見え方も変わっていきます。鮮やかなカラーはいつもと違う雰囲気を出したいアクセントとしてぴったりで、ブラックのカラーはダイニング周りを落ち着ける雰囲気を作れます。色の選び方によっては食器やカトラリーの色を引き立てることもできます。価格は1枚3300円。続いて第9位はクリスティーナ・ダムスタジオ。グラフィックデザイナーであり建築家でもあるクリスティーナ・ダムによって作られたアイテムは、建築の構造物のような彫刻のような魅力があります。真鍮や大理石、スチール、ガラスなど冷たい素材によって作られた高級感のあるアイテムが特徴で、木材とはまた違った質感から来る魅力を感じます。代表作はカーブドサイドテーブル。直線と曲線が組み合わされたひだがそのままデザインに落とし込まれた収納機能付きのサイドテーブルです。薄いスチールと曲線の優雅なデザインが美しく、そのデザインがそのままオープンシェルフに反映されていて、実は機能的で無駄がありません。スチール製なので丈夫で、テーブルには重いものも置きます。薄いスチールでできたシンプルな構造なので存在感はありますが、インテリアを邪魔しないアイテムに仕上がっています。価格は6万円。続いて第7位はバオルジー。バオルジーは品質の高いラタン製品を中心にキッチンやバス周りのアイテムを手掛けるフランスのブランドになります。職人の手によって一点一点丁寧に編み込まれたラタンのアイテムは、詰まった編み目がとても綺麗で高級感を感じます。軽さや強度もあって世界中のホテルやレストランでも愛用されているアイテムで、ホテルライクなインテリア作りをしたい人にはぴったりです。素材はラタンなのでリゾートのような軽やかなスタイルにも合うし、色は明るいベージュなので北欧風のスタイルにも合います。白い塗装が清潔感を与えてくれるので、特にバス周りの収納だったり細やかなアメニティ、日用品を入れるのには最適です。続いて第6位はワーナー。シューメーカーという一般的なダイニングチェアよりも小ぶりな椅子で有名な北欧デンマークのブランドになります。日本ではそこまで知られてはいませんが、歴史が深く、代表的アイテムであるシューメーカーチェアの歴史は15世紀にまで遡り、改良に改良を重ねてここまでたどり着いたコンパクトなサイズ感とぬくもりのあるテクスチャー、そして機能性も備えたアイテムです。元は農場の長時間作業のために使われていたので機能性が抜群で、お尻にぴったりとフィットする凹凸のある天板が特徴です。
丸みを帯びた三番足の柔らかいデザインにも雰囲気があって、アクセントとして置くだけでも存在感を感じます。価格は5万円。続いて第5位はカルテル。最先端の工業技術で表現するエレガントなデザインで、革新的な家具を世界に広めたインテリアのデザイナーズ家具ブランドになります。特にプラスチック成形がカルテルの特徴で、カルテルのプラスチックは機能的な面に加えて圧倒的なデザイン性も加わり、一般的なプラスチック製品のチープな見え方を贅沢な一品へと根本的に変えたインダストリアルデザインのトップブランドになります。イタリアのブランドらしく、鮮やかな色合いとプラスチックの透明感との相性が抜群なアイテムが多いです。代表的なアイテムの一つが上海キリコ風のベースで光と影の屈折によって描かれる不規則な幾何学の模様は、カルテルの製造技術でしか表現できないユニークなフォルムをしています。プラスチックのカラーリングと深みのある色の組み合わせが抜群です。エレガントなダイニングのトラッシュボックスとしても使えるし、フラワーベースとしても使えます。価格は33,000円から。続いてはスモールフライ。こちらも同じくカルテルならではのビビッドなカラーバリエーションとアクリル樹脂の透過性が美しい、飾るだけで気分が明るくなるアイテムですね。価格は45,000円から。続いてはジェリーズファミリーサラダボール。表面のテクスチャーデザインへの飽くなき研究によって、今までのプラスチック製の食器では考えられなかった美しさを表現した圧倒的なデザインを持つサラダボールです。樹脂製なのでガラスに比べて圧倒的に割れにくく、アウトドアやテラスでも使用できて、日の光や照明からのリフレクションが美しいのもまた魅力です。価格は17,000円。続いてはマトラッセ。カルテルのアイテムの中でも特に色がビビッドなコンテナベースです。こちらも同じく表面処理にこだわりがあって、不思議な凹凸がインテリアのアクセントになります。色はかなりビビッドなカラーリングにはなりますが、透過性がある分深みが出てインテリアに調和しやすいのもいいですね。価格は2万円。続いて第4位はムーベ。ムーベは2015年に発足したコペンハーゲン発のデザインスタジオです。ミニマルでシンプルなデザインが多くて、すっきりした印象を与えるアイテムが多いですね。代表作はこちらのウォールミラー。実は日本のセレクトショップでも置かれていることが多いハイセンスな鏡です。本質的な要素だけは残したシンプルなデザインで、どんなシーンにも溶け込みます。軽量のゴールドのワイヤーのみで支えるシンプルな構造ですが、フレームがついていないので、そのワンポイントが鏡のいいアクセントにもなっています。高級ホテルでも導入されていて、自宅の洗面台をゼロから考えたいという方にはこのミラーはかなりおすすめです。価格は24,000円から。続いてセラミックペンダントライト。こちらも同じく一切の無駄を削ぎ落としたコードとシェードだけのシンプルな構成です。素焼きのセラミックのシェードのテクスチャーが印象的で、テラコッタやオリーブなど深みのあるアースカラーに落ち着きと高級感を感じます。価格は25,000円から。続いてムーベフレームブラック。こちらはムーベを有名にしたブランドの代表的アイテムです。アクリル板2枚と枠材4本、ラバーバンド1本という極めてシンプルで美しい構造は、ミニマルでシンプルな妥協なき追求をするムーベらしいアイコン的なアイテムになります。フレームそのものがインテリアとして目になるプロダクトにもなるし、アートなどを収めるとシンプルなデザインが主役を引き立ててくれます。透明なデザインキャンパスはどんなインテリアにも溶け込むし、透過性もあるのでインテリアを邪魔せずにさりげない佇まいで飾るものを演出してくれます。価格は15,000円。続いて第3位はヘム。こちらは2015年にスウェーデンで誕生した家具をメインとした新進気鋭のインテリアブランドになります。日本ではまだ知られてはいませんが、これから多くのセレクトショップでアイテムが増えていくのではないかと思います。スウェーデンならではの往年の北欧デザインをベースにしながら、ビビッドなカラーリングや素材、アイコニックなオブジェ要素も含めてデザイン性が高く、日本のインテリアにも合うアイテムが多いです。おすすめはジグザグレギュラーシェルフ。こちらは工具なしで組み立てられるシェルフをコンセプトに、パーツや道具を一切使用せずに組み立てができるアイテムです。ジグザグのフレームは内部にヒンジがついていて、外からパーツが一切見えず、どのアングルから見ても美しいシェルフになります。正面から見たら水平と垂直ラインが強調されたオープンシェルフに見えますが、角度を変えることで飾るものの見え方が変わっていきます。価格は14万円。続
続いてはパフィーラウンジチェア。ふっくりとしたゆとりのあるクッションとスタイリッシュでシャープなステンレススチールフレームという全く性質が違うものを組み合わせた遊び心のあるラウンジチェアです。クッションは直接フレームに乗せる仕様となっていて取り外しが可能です。安定性と強度、布団の包み込むような快適さと安心感を併せ持った他のブランドにはないアイコニックなラウンジチェアになります。価格は33万円。続いて第2位はノードリウム。インテリアライフスタイルブランドのアクタスの中でもボタニカルに特化したオリジナルラインです。アクタスは青山と新宿に旗艦店がありますが、照明から小物まで幅広いアイテムが揃っている中で、実はお店の中で占める面積が多いのが観葉植物のエリアです。特にプランターポットやポットスタンドに強くて、グリーンをさらに映えるように演出してくれるアイテムが多いです。おすすめはファームウッドスタンド丸足。アカシア製のナチュラルな風合いの丸足仕様のウッドスタンドになります。こういった丸足で組まれたスタンドはなかなか見ないデザインですよね。高さ違いがあるので、それぞれに組み合わせて飾ることで植物を眺めるのがより楽しくなりそうです。さらにこのアカシア材の深みのあるブラウンがグリーンといいコントラストになるのも魅力的です。価格は2500円から。続いてステムウッドポット。丸太を掘り込んでそのままウッドポットにした生命力のあるデザインです。特にこういった歪んだ有機物は他の家具には出せない質感としていいアクセントになりますが、観葉植物をはめるだけではなく小物置きとしても使える便利なアイテムです。価格は2000円。続いてはリビングプラントボックスラウンドオリーブ。これがあれば小さな観葉植物や多肉植物をインテリアにまとめてセットすることができます。小さな植物は存在感が弱いので、こういったプラントボックスにまとめて飾ってあげるとよりインパクトが増しますよね。さらにこのオリーブのカラーも植物に合うように考えられていて、主張しすぎずにグリーンを引き立てる控えめなデザインがいいです。価格は39000円。続いてはステムマンゴーウッドボール。自然の素材をできる限りそのまま生かしたマンゴーウッドのプランターです。これがあれば元の生命力あるグリーンをさらに有機的に見せることができます。表面の木のひだが人工物には出せないいいアクセントになると思います。価格は6400円。最後第1位はメゾンジョーサイエック。インテリアブランドに詳しい皆さんでもこのブランドを知っているという人はほとんどいないと思います。ブランドの創業者であるデザイナージョーサイエックが素材を求めて世界中を旅する中で出会ったインドネシアジャワの熱帯林で大量に廃棄されていた木材に注目し、それを利用してインテリアアイテムとして新しい命を吹き込むことで生まれたブランドです。ジャワにあるスタジオで加工されてパリで最終的に仕上げ生産がされています。熱帯雨林の木材を切り出した生命力のあるテクスチャーは他の家具ではなかなか出せないアクセントを持っていて、特にダイニングテーブルのカトラリーと合わせて使ったり、ベッドサイドのトレーとしても使えると思います。おすすめはウッドプレートレクタングル。こちらはハンドメイドで仕上げられたチークのウッドプレートになります。食器以外にもインテリアのアクセントとしても使えそうな木材の素材がそのまま浮き出しになったデザインが他のアイテムでは出せない雰囲気を作り出しています。温かみのあるフォルムが木目の個性を引き立て、一つとして同じものはないアート作品のような仕上がりで、量産の工業製品では絶対に出せない魅力がありますよね。価格は9000円から。続いてはハンドル付きウッドプレート。こちらはハンドメイドで仕上げられたチークのハンドル付きウッドプレートになります。こういった職人のクラフトマンシップによるぬくもりを感じるアイテムは真鍮の冷たい素材のカトラリーとは相性が抜群です。木の生命力が強いので木目の質感がそのまま表に出ているのもこのブランドの魅力になります。価格は10000円。以上がプロだけが知っているおすすめインテリア雑貨ブランド10選でした。今日の話は以上になります。このチャンネルでは憧れの暮らしを自宅で再現するインテリアのコツを毎週配信しているので、ぜひチャンネル登録といいねもお願いします。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録お願いします。動画にしてほしいインテリアコンテンツはぜひコメント欄にまでコメントをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。